公益財団法人日本自転車競技連盟は、1995年に設立された日本国内の自転車競技を統括すると、共に自転車競技の普及及び競技大会開催などを実施している公益法人国内競技連盟である。内閣総理大臣所管。過去、前進にあたる団体にもこの名前が使われたことがあり、オーブン略称で区別することがある。 国際自転車競技連合、アジア自転車競技連合に所属する。自転車競技連盟を車連と略称するため、日本車連とも呼ばれる。選手の登録と競技者賞発行を一括で行う。選手は任意で選択した加盟団体を通じて登録申請し、加盟団体所属となった上で登録選手となる。日本自転車競技連盟のシンボルマークは、 フィックップ副会長を務めるなど裏方として、自転車競技会に貢献を続けた元競輪選手で、画家の加藤はじめが手掛けた、1990年世界選手権、自転車競技大会前橋、宇都宮の公式エンブレムを、1995年の発足時に採用したものである。大会テーマ、美しき風、即、力のイメージを取り込み、図案化された。 戦闘を争う二人の選手がデザインされている。ありがとうございます。